正直めちゃくちゃ複雑です。どうもアトリーハイです。本日もよろしくお願いします。ということで今日の動画作るにあたって台本1時間半かかりました。今までで一番トップクラスで3年間動画やってきて一番台本に時間かかったぐらいそれぐらい悩みました。自分の今の気持ち、整理するのが大変だったんですけど、一生懸命ノートにまとめたんで、ぜひ最後まで聞いてほしいです。もうサムネタイトルにもある通り、ドラゴンズ2024年開幕2週間、決まりました。ほぼほぼ決まりました。立浪監督の口から、こういくっていう方針が出ました。まず、ね、その話する前にびっくりしたのが、今日朝ね、今朝動画撮ってるんですけども、昨日ね、その行動を見て、落ち着きもせずにね、ビビンバと、シチューをね、自炊して、一回寝てから今日の動画撮ろうと思ったらね、大谷さんのね、メジャーで大谷開幕して、大谷がヒット打ってすげえと思ってたら、大谷さんのマネージャー、通訳さんの水原一平さんが野球賭博してたっていうね、あかんすよっていうね、もう、拍子抜けしたけど、朝から。そんなことよりドラゴンズファンはね、今から話す方の話の方が、絶対大事だろうというところで、まずね、立浪監督がコメントでね、昨日ですね、試合出したロドリゲス、田中美希や守れる2人、取れるアウトをしっかり取れる選手を優先的に使いたいと言いました。ね、言いました。で、加藤球団代表、やはり守備力、早球も正確に優れている監督も話していたと、そう話していたと。このね、わかる通り、監督守備力重視しているのがものすごく伝わってきます。二遊間にはね、もう守備力が大事だと。確かにドラゴンズの全盛期、ね、アウトリンハイファンになる前ですけど、荒井場がいた、鉄壁の二遊間がいたっていうところで、特に広いバンテリンドームでね、去年の阪神も木浪、中野、ゴールデングラブ二人取ってましたけども、守備力大事だと。確かにね、セカンドの田中美希や、ショートのね、ロドリゲス、どっちとも守備上手いですよ。田中美希に関しては足が速い。守備範囲が広い、取ってからのスローイングが早い。確かに今いるね、ドラゴンズのセカンドの中では一番上手いと言っても過言ではない。それぐらいね、もう理想系で言ったら菊池理性ですよ。カープの菊池、忍者にもなれると。バッティングでもね、昨日マルチアンで打ちましたけど、ヒット打ったらね、塁出てすぐ盗塁できると。フォアボール取ってもね、内野安打取ってもね、ヒットが長打になるから盗塁できるからっていうところでね、打力の方でもね、魅力的ですよっていうところで、でロドリゲス選手もね、センスの塊よ。で、昨日も取ってから逆シングルでそのまま流れるように送球して、肩もいい、スローイングも正確、一塁アウト。確かにあのプレー見てたらね、よだれが垂れるのはわかる、ベタ惚れするのはわかるっていう守備をしてます。その分二遊間はね、打力がね、もちろん長打力も含めてまだないですから、一塁中田翔選手、三塁石川貴也選手、レフト誰になるかわかんないけど、鵜飼選手とかね、ディカーソン選手とかで、ライト細川選手、ここら辺で長打力を補っていかなきゃいけないのはね、もう大前提条件なんですけども、っていうところで、まずはロドリゲス選手、田中美希也選手、もう選ばれたこのチャンス頑張ってほしい、ものにしてほしい。それは僕の強い願いです。いろいろ、で、今から思うことは言ってきますけど、でも、やっぱり選ばれた選手にはね、頑張ってほしい、このチャンス掴んでほしい、そう思うんですよ。もういろんなね、ドラゴンズファンの方いると思います。僕も含めていろんなね、意見あると思います。でも、この二人は、まずは、このもらったチャンス、掴んでほしいなってね、思います。それはみんな一緒でしょ、気持ちは、そこは、やっぱり。いろいろね、思うことあると思うけども、話してるだけでも、マジで、もう、累戦でうるってくるぐらい、もういろいろ思うことあるよ。今もだいぶ冷静に、自分ではね、話してるつもりなんだけどさ、ね、去年、一昨年ね、確かにね、リューク選手においては176試合、483打席来たって、去年に関しては1割8分7厘打率。結構リューク選手に関してかなり打席も立たせてもらった。チャンスがあった。でも物にできなかった。で、一番リューク選手はチャンスもらってた。確かに打率が1割台じゃ、きついとこはある。ただ UZR はショートにおいて去年だったらトップだった。守備力重視っていうんだったらリューク選手でもいいのかなって思うけどね。ちょっと、右膝か関節炎症を起こしてね。今また実戦復帰して戻ってこれそうですけど、ちょっと守備に怪我してね、出遅れちゃったっていうとこあるんですけど。で、村松選手に関しても去年98試合出て275打数もらってると。で、福永選手も97試合出て291打数もらってると。打席数を去年与えられたと。ただ福永選手に関しては今年オープン戦で1割6分7厘、OPS 485、結果残せなかった。確かに打ってなかった印象はあった。今2軍でホームラン打ったりとか盗塁したりとかね、頑張ってるのは期待したいんだけど、確かに福永選手に関しては、オールドルーキーっていうこともあってね、結果は、チャンスもらえる数は少なくなってくるのは仕方ないかなとあります。で、さらに、立浪監督のコメントでね、ロドリゲス、田中美希や、この二人が全部試合に出れるかというと、点々と、そういう部分があると。で、村松は確かに守備も良くなっているし、で、バックアップで山本選手とか、あとはルーキーの辻本選手もいると、スタメンで出れる選手を作っていかないとと、コメントしていますけどもね、この通り、言う通りね、一年間この二人で、ね、ロドリゲスと田中美希やで埋まるわけがないと。そんな甘い世界じゃないと。去年ドラゴンズファンが一番分かってるんでしょう。ただでさえね、片方のポジションのセカンドでさえ、村松選手使っても福永選手使っても埋まらない
なかった、リューク選手もリレーカー使っても奪われなかったっていうね経験があるんだから、でこの心配リスクっていうところで田中美希也選手もね、まあ、ちょっと病気持ちっていうところもあってスタミナで1年間持つかって、今年が実質ルーキー1年目と思わなきゃいけないと。でここで村松選手アウトロイン的にはね OPS ね2軍で2軍じゃないわ今年で、あの成績残してましたよね、あの村松選手打率もね、3割3分3厘 OPS で804、得点圏3割3分3厘、まあ、確かにね簡単なイージーなエラーしてるとこあるけど、2つエラーしてるとこあるけどさ、打力で言ったら理由かで OPS ぶっちぎりよ、今は使わないで、正直村松どこで使うねんっていうね、セカンドショートどっちでもいいから使ってほしいっていうアウトロイハイの本音だけど、まあセカンドメインで村松選手と田中美希也選手で争っていってほしいなとね思いますよ、この2人で賄ってほしいなと。でショートロドリゲスに関してはね、体が細いパワーレス、まだまだね未知数なとこあります。で一軍においてもね1割3分8厘 OPS276、 バッティングに関しても目つぶらないといけない。でリューク選手であれだけ打率1割で我慢できなかったけど、ロドリゲスで果たしてこれで、ね、打てなくても文句言えないよっていうね、うん、しょうがないよっていう、あの青味噌さんもねキューバ国内リーグで138試合相当で46個のエラーしてるっていうね、まあ確かにあの上手い守備はしてくれますけど、まだ荒いとこもあるんで、絶対一軍の守備っていうところでエラーも出てくる、覚悟しなきゃいけないと。でバントもね上手くないとこ一軍で出てました。確かに二軍でねあの落ちて決めてきたのはあるかもしんないけど、一斉級のピッチャーからバントできないとか細かいことができないとかサインミスとかいろいろねミスは出てくるのは覚悟しなきゃいけないと思います。目をつぶらなきゃいけないと思います。ファンもね怒れない、うん、だってまだその土台に立ってないっていうか、育成段階の選手だからできなくて当たり前っていう部分もあると思うんで、まあでもロドリゲス選手はね起用されたら頑張ろう頑張ろうってするんでね、まあそこで多分ファンも葛藤しなきゃいけないんじゃないかなってなりますし、まあしないと思いますけど、亡命っていうリスクもありますから、ジャニエル、レビーラね、で特にレビーラなんかはねもう懐かしいですけど、無理やり上げてね、まあ、マツダスタジアムでホームラン打ってアウトロイハイもねめちゃくちゃ喜びましたけど、結局ぬか喜びでまだ時期少々早々だね、また育成行ったりとかして、あたふた、あちゃこちゃしてね、うん、っていう苦き記憶ありますから、そういう風にロドリゲス選手でなってほしくないなと思いますけど、うん、個人的にはやっぱり本心は、リグでじっくりもっと育ててからね、ただでさえこんだけキラリとした原石ですから、育てたらもっと楽しみな選手になってくれるなって思いますしね、経験したらもっと成長するだろうと、村松選手を信じてあげてもいいんじゃないかなってね、思うんですけど、うん、確かに去年イージーなエラーしてました。オープン戦でもね、確かに二つぐらいイージーなエラーあったけど、明らかに守備力も良くなってるし、打力も上がってるっていうところでね、村松選手からしたら自分結果残してるのに、なんで使ってくれないんだと、相当悔しい思いしてると思いますよ。思ってるはずですよ。うん、もうこっからね、もうね、まあ、もちろん田中美希也選手、ロドリゲス選手、まだ決まったね、一年間決まったわけじゃないんで、チャンスは他の選手あると思うんでね、この悔しさ生かしてやってほしいんですけど、まあ、ショートやっぱりね、リューク選手、カリステ選手、この2選手がね、去年、前半リューク、後半カリステ、一軍の経験のあるショートっていうのをね、今年ね、オープン戦ほとんどロドリゲスに投資してるっていうところで、ロドリゲスがね、こけてもおかしくないっていうか、こける方が当然だと思っとかなきゃいけないけど、ロドリゲスが何かあった、こけた時にね、ショートどうするんだっていうところで、ルーキーの辻本選手はあんまり守ってないと。で、一軍経験のある選手がもうリューク選手のカリステ選手がいません。で、カリステ選手に関しては昨日レフトが持ってました。レフト、サード、ファースト。もうショートは守る気ありませんっていうところで、去年あれだけ後半でカリステ選手守ったのに、アウトロイン的には8番ショートカリステ見たいよ。打力も上がってきて、8番ショートカリステだったら怖いんじゃないかなってね、十分思うんですけど、カリステじゃダメかと。明らかに今のロドリゲスよりカリステの方がね、能力値は高いで当たり前ですから、もちろん将来性から言ったらね、ロドリゲスの方が高いと思うんですけども、もうね、立浪監督も勝負の3年目ですから、で、2021年、2年にはね、ドラフト2位で村松選手取って、今年に関してはドラフト2位で津田選手、3位でね、辻本選手使って、上位、ドラフトの上位使って2週間取ってるのに、まだ決めれないと。で、結局、キューバの育成のロドリゲス使ってるっていうことで、まあ結局ね、うん、編成のこのドラフトの問題にも結構立浪監督がドラフトに介入してるっていうところもあるんで、もう結果残さないと。うん、来年からもっと厳しくなってきちゃうよと。理由かも結構ダブついて、選手がダブついてきてる、トレードするにしてもね。まあね、トレードっていう策もあるのかもしれないけどさ。とにかくこの3年目、立浪監督結果残さなきゃいけないっていうところで、まだ理由感が決まってないと。うん、まあでも立浪監督がもうね、セカンド田中美希やショートのロドリゲスで行くって言うんだったら、もうこの動画でね、アウトロイハイ思うことはいっぱいありましたけど、もうグッとこらえて、
応援したいっていう、とにかく強いドラゴンズ、いろんなドラゴンズファン、僕のね、この動画見てる方でも、二遊間について思うこと、いろんな方あると思います。コメント欄にぜひ書いてほしいです。自分の意見をね。うん。自分の意見は書いてほしいですけど、まあでも、皆さんが一番共通して願ってることは、強いドラゴンズを見たいっていうね、弱いドラゴンズを終わらせたいっていう、そこの気持ちは一心同体だと思ってるんで、とにかくね、まずは田中美希也選手、ロドリゲス選手で行くんだったら、もうこの二人の選手が監督の期待に応えてほしいし、うん、結果的にね、この二選手で良かったってなるように、うん、強いドラゴンズになるように、クライマックス行けるようになってほしい。もうそれしか言えないよ。うん。もう本当に、本当はショートカリステ使ってほしいとか、アウトロイヤー的に思うことあるよ。あるよ。あるけど、もう言っても変わらないし。うん。もう昨日の夜で一日でいろいろぼやぼやしたけど、うん。もう、変えられないし、頑張ってほしいっていう気持ちは、本当にそれしかないから、うまくまとめられなくて、本当に申し訳ないんですけど、うん。もう世界の田中美希也、ショートカリステじゃない、カリステじゃない、ロドリゲスで頑張ってもらって、で、まあ、なんとかリュークでね、ショートリュークカバーしてもらったりとか、セカンド村松選手でカバーしてもらったりとか、あと2軍から福永選手の突き上げとかね、辻本選手のルーキーの突き上げとか、津田選手とか、あとバックアップで山本選手もいますからね、今年はいますから、うん、もうみんなで、ね、リュークを守って、やってこうぜって、思うしかないっすね。うん、もうなんか、喋りながらマジで涙出てきて、もう本当に涙出てきてるから。うん、泣いてる場合じゃないんだけどね。これね、もう今年これじゃ1年持たないよっていう、ね、自分でも分かってるんだけど。うん。まあでも村松選手は相当悔しいと思うし、絶対ね、どっかでスタメン使われる時あるから、そこで使うんで、いじみしてほしいなと思います。はい。ということで、本日も最後にご視聴いただき、ありがとうございました。高評価、チャンネル登録、コメント、チャンネルメンバーシップ加入お待ちしております。明日からまたライブ配信、元気にやっていきたいと思います。開幕スタメン予想の動画、準予想の動画も上げていきたいと思います。それではまた、明日のライブ配信、振り返り動画でお会いしましょう。またね。全然、ノートに1時間半まとめたけど、うまく伝えられたか、心配です。